イスカリオテのユダユダの最後を描いた回が、イスカリオテのユダは、新約聖書の四つの福音書、使徒行伝に登場するイエスの弟子のうち特に選ばれた十二人、いわゆる使徒の一人である。イスカリオテは、ヘブライ語、イシュケリオと、ケリオとの人に由来すると考えられている。他の弟子は、ガリラヤ出身であったのに対し、ユダの出身は、ガリラヤではないとされている。イエスを裏切ったことから、 裏切り者の代名詞として扱われることが多い。なお、ユダは十二番目の使徒であり、彼が裏切りの末死んだためにマティアが新しい十二番目の使徒となったのであって、イスカリオテのユダを第十三使徒とするのは誤りである。使徒ユダとは別人である。また、新約聖書のユダの手紙の著者も別人である。ユダの福音書などの外典にも現れる。イエス一行の会計係を任されており、 不正を行うことが可能な立場にいた。ユダがいつ弟子になったかという記述は、福音書には見られない。ヨハネによる、福音書は、イスカリオテのシモンの子ユダと紹介している。マタイによる、福音書ではユダは金目当てで、再司長たちにイエスの引き渡しを持ちかけ、報酬として30シェケルをもらう約束を取り付けている。ヨハネによる、福音書では、高価な行為を、 イエスの足に縫ったマリアを非難する。そこに続けて彼が使徒たちの会計を任されながら、不正を行っていたと記されている。複数の福音書の最後の晩餐の場面ではイエスに、裏切りを予告され、マルコによる、福音書では、生まれなかった方が、そのもののために良かった。とまでイエスに言われている。ユダは、再首長たちと群衆を、イエスの元に案内し、接吻することで、 イエスを示して引き渡した。その後、マタイ福音書では、ユダは自らの行いを悔いて、祭司長たちから受け取った銀貨を神殿に投げ込み、首を吊って自殺したことになっている。使徒原稿録では、ユダは裏切りで得た金で買った土地に、真っ逆さまに落ちて、内臓がすべて飛び出して死んだことになっている。福音書中で、イエスの側近の不信心の逸話は、弟子たちの離反。 ペトロの否認、疑い深いトマス、逃げ去った女たちなどことか,かず、中でもユダの裏切りは衝撃的だが、これには不可解な点がある。イエスは裏切りを予知していた。ならば、なぜ回避できなかったのか。ユダはいつから、配信の心を持ったのか。裏切りの動機は何かそもそも彼の自由意志によるものか。多くの神学者、哲学家がこの問題に取り組んできた。 一例を挙げれば、スイスの神学者のカール・バルトは、ユダはイエスを十字架にかけ、キリストにする重要な役割を果たした人物であり、神の使わしたものと考えた。この考えは、突飛なものではない。例えば、ヨハネによる、福音書のイエスは、最初から、裏切り者が誰であるかを知っていた。しかし最終的には、最後の晩餐の折に裏切りを予告した後、イエスは、 私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの小ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスはしようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。13時26分 -27、二十七。どう同くイエスは起こるべきことをすべて知っており。 むしろ進んでユダに指図しているようにすら見える。教官福音書が伝えるユダの説符も、ヨハネによる福音書のイエスはそれを受けず、自ら進み出て名乗った。すでに2世紀後半のキリスト教不文書には、一端の説としてイエスを裏切ったユダが、実はイエスキリストの弟子の中の他の誰よりも真理を授かっており、裏切りの神秘を達成したとの考えがあったことを告げている。 ユダの福音書も参照また、東ヨーロッパには、オイディプス伝説をモチーフとした、ユダの裏切りとその末路を首相から定められた、運命とする民話がいくつも見られる。その類話が、ヤコブスデブ・オラギネによる、聖者伝習、レゲンダーウレア、使徒聖マッテヤの孔に収録され、聖伝解釈の一つとして、中世のカトリック文化圏全域に広まった。なお、日本のキリスト者においては、 ユダが裏切ったことが罪なのではなく、その罪をイエスの許しへの最終的な拒絶行為である自殺を持って償ったことが罪である、と解釈する者もいる。最後の晩餐、ありがとうございます。